ニューズ奥江戸、本日はゲストに憲法学者の小林節さんをお迎えし、大貫康雄解説委員とお届けしています。それでは今日の奥江戸参りましょう。今日は1番目のニュースからニュースを中心にお話をしていきたいと、お話をお聞きしたいんですけれども、まずロシアのプーチン大統領が、このウクライナ侵攻は自衛権の行使だと主張していますけれども、こちらについて大貫さん。プーチン大統領、一応言いましたけどね、2つのほらドンバス地域の2つ の自治州を勝手にね、共和国だというふうに、親ロシア派がで、その要求を受けてロシア議会でね承認して独立した共和国だと言って、それを今度はその共和国を助けるためにロシア軍帰ってきたんだと言ってますよね、それで、自衛権だと、せいぜい集団自衛権とでも言えばいいのにね、とにかくそれであればね、そのドンバス地域だけで戦えばいいわけですよ。それをずっとこう進行してるわけでしょ。で、要するに狙いはね、エカテリーナ2世時代に、領土を広げてオデーサまでね、ずっと黒海の南岸も全部支配するようなロシアになったんだけど、その地域をまた取り戻したいと、元のように大ロシアにしたいと。で、ロシアではね、そこをノボロシアというらしいんだけど、新しいロシア、そういう狙いがあるわけでしょ。それが平気で抜け抜けとこうね、言うんですけど、慌てて取り作って、形だけ取り作ってるんですけど、その後のコソボをやったじゃないかっていうことなんだけど、形は同じでも経過が違うんですよ。残念ながらね、セルビア人、今ちょっと歴史のお話になりますけどね、冷戦が終わって、この旧ユーゴスラビアっていうね、スロベニアからずっとね、クロアチア、そしてセルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、そういうモンテネグロとかね、いろんな国がマカドニアあったわけですけど、その中でコソボ地域は自治州だったんですよね。それが、セルビア人のミロシェヴィッチという大統領がいて、この人がセルビア人の支配するユーゴスラビアにしようということで、要するに他の民族を無視しようとしたわけですよ。それに他の民族が反発したのが始まりなんだけど、これはもう膨大な一番よくできたの BBC の何回ものシリーズがあるんだ、それなんだ、それと同じようなことをやろうとしたわけですよ。で、それはね、その結果反発して、コソボが独立に至るんだけど、もう経過は全然違うんです。ですからね、歴史が分からないとね、コソボを西側がやったじゃないか、独立承認したじゃないかということ、一見はそうかと思ってしまうんですが、とんでもないんですよ。つまり自分勝手な都合を見つけて、それでね、マットの論理であるかのようなことをやってるわけですよ。それ非常に危険なんですよね。まず、なんていうと、とにかくなぜ軍事侵攻したんですかと、そこをまずね、問うべきなんですよ。バカバカしいんですよね、本当にね。なるほど、小林さん、はい、ね、プーチン大統領はこのようにこう自分の主張を曲げないというか、これは憲法的に見ると認められるような話なんでしょうか。これ憲法という国際法で、今、大貫先生がおっしゃったことを私になぞると、まずはコソボの人々が普通に社会の常識、民族自決をしようとしたものをセルビアが襲って、それをおいおいおい、これおかしいじゃないかと言って、自由と民主主義の諸国が追い払って助けてあげた。で、今回はドネツクに気象を外して何者か分からない軍隊がドドッとロシアから入っていって、ロシアがドネツクに手出したんですよ。それでさらにそれを広げようとしてるから、ウクライナが襲われたんで、自由と民主主義諸国がウクライナを助けてに来てるんで、全然ね、なんていうかな、ロシアは加害者の位置にいるんであって、助けに行った話ではないんですよね。だからこれはなんていうかな、形式的にはでっち上げた仲間との集団的自衛権で、国連憲章の51条に基づいている、国際法に基づいているというが、
その使い方が自分勝手、もう一つ我々、うん、あのよくは我々普段自由と民主主義に暮らしてるから、これがない旧ソ連時代のような体験をウクライナして、それから解放されて31年経って、このいや死んでも自由と民主主義は手放しませんという感覚に なってること、これがあのさっきのセルビアとコソボではコソボなんですよね。だからこの形式的にはプーチンでっち上げの論理を言ってるけど、まあ、それを正しくはないけども、正しいとしても結果においてどちらが人間を解放したかという観点はやっぱり見るべきだと思う。形式の他に実態ね、自由と民主主義を守る側が正義ですよという観点が今必要な時じゃないでしょう。だって反対側は専制と軍国主義ですよ。今小林さんのおっしゃったのは非常に大事な点でね、はい、なぜあの東ヨーロッパの国々が NATO にあの加盟したい、それから EU に加入したいというふうに言い出したかというと、今あの小林さんがおっしゃったのはそのことなんです。でロシアを見たら本当に自由がない、独裁者もいろいろ押し付けてやってるわけです。それは分かるわけです。とてもこんな国と一緒になりたくないっていうふうにして離れていくんです。なぜね、まずプーチン大統領はね、自分がやってることがいかにね人々を怖がらせて他の国の人たちも怖がらせてるかと、そこをまず見ないと本当に問題解決しないんです。ますます彼はこれするだけなんですよ。もう北風と太陽ですよね。そう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 、まさにそうだよ。もうプーチン大統領気づいてないんでしょうかね、北風だって、うん、あの気づいたとしても、うん、彼の人生体験から言ってここでひるんだら負けだから、うん、あのソ連の崩壊と同じで、だからここはソ連ができなかったら俺はやってみせると、俺はソ連と違ってあのエネルギーなりきんだから、それから KGB は権力を取ったことないのに、初めて KGB 自体が KGB はずっと権力の手先だったじゃないですか。そうです、ね、KGB が権力を取った、だからこの新しい条件で俺は北風でやりきると決めてんじゃないですか。あ、そうなんですね。それは厄介ですね、かなり、はい、ね、ちょっとこの問題、いやでもこれ時間かかるけど、うん、あのウクライナという平地で、はい、自由と民主主義陣営が物心両面で支えてますから、うん、自由と民主主義と軍国主義と専制主義の戦いが、これはあの人間性にかなった方がいずれ勝ちますよ。うん、ですか？そうですね。勝たなかったら、いや勝たないと困るな。地球上悪魔の支配下になる。いや、はい、本当ですよね。だからそれよりは死んでもいいというみんな思ってるわけだから。ところがプーチンの軍隊弱いの分かったじゃないですか。ああいう一番上が堕落してるところでは大臣も堕落して大将も堕落して大佐も大尉も軍曹も堕落するから、兵隊は戦争に命なんかかけてられない、弱いんですよ、あんな軍隊。やっぱりそうですね、命をかけて戦う方がどうしても強くなるっていう。そうです。はい、ありがとうございます。それでは4番目のこの岸田総理、韓国代表団と会談されたというお話、こちらに関しても大貫さん、うん、まあいいんじゃないですか、はい、お、はい、なぜ問題なのかな。いや、ね、なぜ問題なんでしょうか、うん、問題ですかね。いやだってこれ隣人ですからね、やらないよりやるしかないじゃないですか。そうですね、本当にここまでこじれて、ただお互いの立場が、うん、昔はね韓国は日本にはちょっと理不尽でも出れば何でも日本が譲歩してくれた、ところがあの文さんと安倍さんの間で、あのお互い原則譲らない関係になったから今ガチンコ勝負になってますから、うん、その話し合わなきゃ始まらないけども、話し合ってもなか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 ですよ。まあ、あの大体ね、なぜこう問題、まあ、あのいろいろこれをあの AI ニュースがね、あの、うん、のぼうで取り上げた理由はひゃっとすると、あの右翼の連中はなんであんな連中と会うんだっていうふうに、総理がっていうふうに、まあ、騒いでるのを問題にしたのかなってこのニュースを、ね、考えたんだけど、うん、いいじゃないですか、岸田総理がまあ大前としていろんな人と会えばいいんです。そうそう、うん、それでいろんなことをやるかどうかはこれからなんで、はい、どうヤクザの論理ですよ。そうですね、うん、どういう意味ですか。いや、こちらの総理大臣様が相手の次期大統領の指名したなんか
まだそんなに影響力もない議員集団に会ってやる必要があるのか、これやろう時代のやつですよ、うん、俺えれんだぞお前、 なんだ下っ端のくせにと偉くないやつが言ってるような感じでね、そうですよ、雑音ですよ。うん、まあ確かに来てくれる方をおもてなしするっていうのはまあ普通のことっていうか、そうでそこで逆にうまく関係を作って、 その新しい大統領とつなげてもらうとか、そういう方がやっぱり得策ですよね。会わない方が失礼ですよ。本当そうですね。せっかくね、あの次期大統領がここまで代表団を送ってくるの、それは次期大統領がなぜ日本と近づきたいというのが分かってるわけでしょう。本当にね、なぜ条件の狭い人たちがいると困りますね。まあ、いろんな意見があるっていうことですけどね。安倍政権時代にそういう人たちが平然と表に出てしまったんですよね。そうですね昔は日本の恥ずかしい部分だったんですよ。本当そうですね。そうですか、ね。まあ、こういうことも含めてやはり日本といろんな国が仲良くしてくれるのが一番理想的ですからね、はい、うまく政治の方も頑張っていただきたいと思います。はい、以上今日のオプエドでした。非常に馬鹿げてかつ危険な話だな。例えばね、馬鹿としいことこの上ないの、危ないです。もう自民党お得意のね、論点そらし。